が4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。こんにちは。本日はこの蒲田駅西口広場をお借りをいたしましてご挨拶させていただいております。昨年の4月の都議会議員の補欠選挙でもこのお宅より当選をさせていただきました。79,049票という大きなご期待いただきましたが力不足で落選となりました。蒲田駅西口広場ご出席の皆様こんにちは。次は4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大から早い1年以上が経過をいたしました。引き続き今緊急事態宣言も延長され多くの皆様にご負担お願いをしておりますが感染拡大防止にご協力のほどよろしくお願いいたします。日本維新の会の松田隆介と申します。このコロナ対策、一つおいてみても、やはり世界から大きく遅れておりました。これが今の日本の実態だと思います。ワクチン接種の問題もそうです。今、先進国の中では、どちらに大きく遅れを取った、これが今回の日本のワクチン接種の問題です。1年前からワクチン接種進んでいくことが分かっていた。ただ、それにもかかわらず、最終的に国は、市町村に今回のワクチン接種についても丸投げを行いました。このお宅だけではありません。東京都内23区内で様々な地区のもと今ワクチンの接種が行われています。本来であればマイナンバーと地元券、一台やどこでワクチンの接種をしたか、このような統合型のシステムを国が作るべきです。ただそれを諦めてしまい、最後は市町村に丸投げをした。それが今のワクチンの実態なんです。なぜ日本では 2% してワクチンの接種が進められていないのか、先進国の中でも最低レベルなんです。しっかりとですね、このワクチン接種についても、この日本、改めていかなければいけません。このお宅では、4月の19日から高齢者施設でワクチンの接種スタートをいたしました。そして、5月の20日までに、多くの皆様に4月のお越しいただきまして、ありがとうございます。皆様にチラシも一度いただきましてありがとうございます。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大から早い1年以上が経過をいたしました。引き続き皆様にはこの緊急事態宣言延長の下で大きなご負担をお願いしていますが感染拡大防止にご協力のほどよろしくお願いいたします。この1年間東京都コロナ対策何をしてきたのか、これは人の移動を抑止する自粛要請、休業要請等を行い、感染者の数を下げていました。ただ、このような行動制限は一日のみになっても問題の解決にはならないんです。しっかりとですね、このような人の移動を抑止する自粛要請、休業要請等から飛沫対策に切り替えていかなければいけません。飲食店等でもそうです。一日休業要請、自粛要請が果たして正しい方法なのか、飛沫対策をしっかりすれば、感染拡大を抑えることができるんです。飲食店でもパーティションを置いたり、さまざまな感染拡大努力をしている、こういう飲食店も数多くあるんです。こういう企業については自粛要請、休業要請等は一部緩和をしていく、このようなですね、現実的な対応をしていかなければ、いつまでたっても一律休業要請、自粛要請等、そして補償についても事業規模に見合った補償がされていない、このような負担を引きるだけでは私たちの生活もそうです。そして民間企業もこの緊急事態宣言の影響で経営が立ち行かなくなる、さまざまな経済的な負担が増えています。事業規模に見合った補償も行われない、こんな中しっかりとですね、その東京都は対策を改めていかなければいけません。そして対策を改めていく、今回の緊急事態宣言についてもしっかりと検討していかなければいけない、
それが本来東京都議会議員の役割なんです。ただ実際にはこのような今東京都議会が議会を閉会中、お休み中、これが今の実態なんです。私たち東京都民の税金から報酬を得ている、このような都議会議員がなぜ今議会を閉会をしているのか、これだけ緊急事態宣言の延長によって私たちの生活が苦しくなり、民間企業の経営も立ち行かなくなる、こんな中なぜ議会は働いていないのか、しっかりとですね、検証していかなければいけません。中の皆様、こんにちは。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。4月4日投開票の東京都議会議員選挙、この私も定数が8人から1人減り7名となりました。この大崎選挙区では柳ヶ瀬昌美現参議院議員も東京都議会議員として10年間お世話になっております。しっかりとこの私から維新の改革を東京都政に進めてまいりたいと思っています。やはり今東京都議会に必要なのは SDGs の政党です。いいものにはいい、悪いものには悪い、しっかりとですね、白黒をつけなければ、今もたまる白の東京都議会では私たちの生活、そして今回のコロナ対策も前には進んでいきません。しっかりとですね、今の東京都知事に真っ正面から文句を言える、こういう政治家が今必要だと思っています。もちろんですね、今このコロナ対策、手探りな部分も数多くあります。未知とのウイルスの戦い、どのような対策を取っていいかわからない、間違えるかもしれない、ただこのようなですね、対策は日々改めていかなければいけません。ただ残念ながらこの東京都、コロナ対策一つとしても何一つ成長していない、これが今の実態なんです。休業補償の問題もそうです。なぜ事業規模に見合った、4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を決しております。日本維新の会の松田隆介と申します。その1年間東京都の自主要請、休業要請等、3度の緊急事態宣言、3度目の緊急事態宣言にもかかわらず前に進むことはありませんでした。自主要請、休業要請等の基準が果たして正しいのか、5月11日まではショッピングセンター等でも大規模な休業要請を皆さんにお願いをしていました。ただこのような休業要請に伴う補償は沈めの涙、これが今の東京都の実態なんです。私たち東京都民の目線に立って、当事者の目線に立って、民間企業、例えば飲食店、ショッピングセンターの目線に立った今、政治が行われていない、これが今の実態だと思っています。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。本日お配りさせていただいているチラシには、その生活支援、コロナ対策の生活支援をまとめたチラシをお配りさせていただいております。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。コロナウイルスの感染拡大が広がり、早1年以上が経過をいたしました。この東京都もしっかりと実効性のある対策を実施していかなければいけません。
蒲田駅西口広場ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。ありがとうございます。本日です。次の7月に行われます東京都議会議員選挙にこのお宅より再度挑戦をさせていただきます。日本維新の会の松田龍介と申します。昨年の7月の都市選挙に合わせて行われました都議会議員の補欠選挙でも多くの皆様にご期待いただきまして改めて感謝申し上げます。この1年間のコロナ対策、東京都のコロナ対策を見ていましてもやはりまだまだやるべきことがあるんです。ワクチンの接種の問題もそうです。なぜ医療体制の拡充がこの東京都進まなかったのか、実施要請、休業要請等の二重、そしてその保障についてもやはり何一つで問題は解決はしていないんです。水際対策も進めていかなければいけません。今回なぜ大阪ではあれだけ感染者の数が増えてしまったのか、これはやはり変異株、変異種の問題もあります。今インドでは1日に数十万人の方がコロナによって亡くなり、そして数十万人の方がコロナによってコロナに感染をし、数千人単位で人が亡くなっている。これが今インドの変異株です。ただ今この日本の水際対策ではその変異株の侵入をということはできないと思っています。2月だけでもインドからこの日本には2000人の方が入国をしています。ありがとうございます。多くの方にチラシも受け取っていただきましてありがとうございます。インドから4月1日だけでも2000人の方がこの日本に入国をしています。そしてですね、今その入国管理の部分、日々連絡を取って体調の管理等を行っていますが、約5分の1の方が今回この2000人のうちの5分の1、この方々が消息が不明になっている。このような今の入国管理の体制では私たちがそれだけ自粛要請、休業要請等に従っていても感染を抑えることはできません。まずしっかりとですね、この入国制限についてもしっかりと水際対策強化をしていかなければいけないと思っています。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。こんばんは。昨年の7月の補欠選挙では多くの皆様にご期待をいただきまして改めて感謝申し上げます。今国会を見ていてもそうです。政治は占領闘争ばかりやっており、私たち国民のため、そして東京都民のための議論がほとんどなされていない。これが今の実態です。昨日報道でも出ていました。国会の委員会で大臣4人が出ているにもかかわらず、全くですね、その野党の審議拒否により議論が進まなかった。東京都議会も全く同じ構造です。権力闘争により議会が開催をされていません。これだけコロナによって私たちの生活が苦しくなっている。飲食店もそうです。民間事業、政治が立ち行かなくなっている。こんな中でなぜ東京都議会を開催していないのか。今すぐでも議会を開催をし、補償の問題を進めていかなければいけません。そして緊急事態宣言のあり方、しっかりとですね、実施要請、ありがとうございます。多くの皆様に知らせを受け取っていただきましてありがとうございます。東京都議会はやはり今すぐにでも開会をし、実施要請、休業要請のあり方、そして補償の問題についても取り組んでいかなければいけません。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。今やはり補償の問題、飲食店には1月のこの休業補償についてもまだ入金がされていない、そういう飲食店もあると伺っています。しかしとですね、このような補償の問題もいかに迅速に行っていくのか。民間企業、飲食店も資金繰りが苦しくなっている、それが今の実態なんです。しっかりと東京都補償の問題を前に進めていかなければいけない。そのためにやはり東京都議会を開催をし、議論をしなければいけないんです。なぜ今これだけ私たち東京都民もそうです、東京都内の民間企業も苦しい状況の中、この東京都議会議員はお休み中なのか、全くですね、議論にならないんです。ただそれが今の東京都議会の実態です。私たち日本維新の会、東京都議会では少数会派でありますが、この中でも議会を開催をするように要望書を提出をさせていただきました。ただ自民党は公明党だけではありません。都民ファーストの会も選択をして議会を開催しない。
東京都議会は本来東京都民に働くべきこういう議会のはず、ただそれを放置をしてしまっている、こういう議会を許してはいけないと思っています。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。もちろんこの東京都議会議員選挙で当選はコロナ対策だと思っています。ただやはりこのコロナ対策だけでは東京の問題ではありません。10年後、20年後の街づくりを考えていく、こういうビジョンを示していかなければいけないんです。2030年までにはその東京都内も人口減少に転ずると言われています。いつ来るかわからない人と北方地震の問題、しっかりとですね、その防災に強い街づくり、今その東京都で議論をしていかなければいけないんです。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。昨年の4月の補欠選挙、東京都議会議員の補欠選挙でも多くの皆様のご期待いただきまして改めて感謝を申し上げます。今の既存政党、そして既存の政治家ではやはりこのコロナ乗り越えることはできないんです。今までの政治の経験、やはりこのコロナによって社会構造自体大きく変わってしまったんです。今までのやり方ではこの日本、そして東京も良くなっていきません。多くの皆様に暮らしを拾っていただきましてありがとうございます。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。昨年の都議会議員の補欠選挙に続いてこの私より再挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。この私でも4月の19日から高齢者施設でワクチンの接種スタートをいたしました。そして5月の20日には今大田区よりワクチンの接種券、65歳以上の方17万人の方にワクチンの接種券交付予定となっています。5月の21日の8時半から電話、そしてインターネット経由でワクチンの接種予約スタートする予定となっています。川大臣2954ご通行の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。この私でも5月の20日をめどにワクチンの接種券、65歳以上の方17万人に送付予定となっています。ありがとうございます。多くの皆様に知らせを拾っていただきましてありがとうございます。次の7月に行われます東京都議会議員選挙、多くの皆様に知らせを拾っていただきましてありがとうございます。次の7月の東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。このお宅でも5月の20日には大宅から65歳以上の方、大宅に17万人の対象者の方いらっしゃいますが、ワクチンの接種券を予定となっております。そして5月の21日8時半からインターネット、そして電話でワクチンの接種予約スタートいたします。60歳以下の方につきましても基礎疾患をお持ちの方であれば優先的にワクチンの接種を受けられる、こういう制度も準備をされております。ぜひご不明な点ございましたら私、日本維新の会の松田龍介までご相談いただければと思います。次の7月に行われまして東京都議会議員選挙を挑戦を予定しております。日本維新の会の松田龍介と申します。そしてこの大田区でありましたらワクチンの接種につきましては計9カ所の大田区内9カ所の施設で集団接種の会場となっております。早いところでは5月の25日からワクチンの接種スタートいたします。ぜひワクチンの接種予約等でもご不明なことございましたら私、日本維新の会の松田龍介までお問い合わせいただければと思います。次の7月に行われます東京都議会議員選挙挑戦予定しております。日
本維新の会の松田隆介と申します。今東京都議会がやるべきこと、それはいち早く議会を開催をし、そしてこの緊急事態宣言の在り方、基準の問題を検証していかなければいけません。補償の問題を前に進めていかなければいけません。なぜこの東京都内では、この日本でもそうです。自粛や休業は政府は行政は政治や皆さんによって、その補償は全く行う気がないのか、これが今の政治の実態なんです。皆さんに負担を願いをするのであれば、それ相当の補償を行っていかなければ、私たちはどうやって生きていけばいいのか。民間企業もそうです。自粛要請、休業要請等補償金をもらっても、家賃すら払えない。そういう企業も数多くあるんです。こういう企業には、このままですね、借り入れを増やす、借金が増える、会社がなりつかなくなる。民間企業になぜ負担をしているのか。しっかりとですね、補償の問題については進めていかなければいけません。そして今やはりやっていかなければいけない、これは自粛要請、休業要請等ではありません。しっかりとですね、この飛沫対策を行っていく。感染者のほとんどが今飛沫感染だと言われています。このようなですね、飛沫の対策をした飲食店は営業時間短縮要請緩和をしていく。でこれぐらいのですね、対策に進めていかなければ、その緊急事態宣言、自粛要請、休業要請等一辺倒の対策では、私たちの生活に疲弊をしていきます。そして民間企業にとってもそうです。その自粛要請、休業要請等一辺倒では、日に日にですね、経営が立ち行かなくなるんです。しっかりとですね、このような行動制限だけをお願いをする対策から抜け出していかなければいけません。次の4月に予定をされております東京都議会議員選挙挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。昨年の4月の選挙、この私より都議会議員の補欠選挙に挑戦をさせていただきました。多くの皆様にご期待をいただきましたが、力不足で落選となりました。今回のコロナウイルスにより、私たちの生活大きく変わりました。社会構造、産業構造そのもの自体が大きく変わった。これが今回のコロナウイルスだったと思います。ただ政治は残念ながら、私たちの生活が、社会構造が大きく変わったにもかかわらず、何一つ変わっていない。これが今の日本の政治の実態なんです。政治と金の問題、つい最近も北海道や少し広島では補欠選挙、再選挙が行われました。それも全て政治と金の問題です。私たち日本維新の会は検討当時からこの政治と金の問題断ち切るために企業団体献金を申請いたしました。今その日本では企業や団体から選挙の時にお金をもらうことも決して違法ではありません。選挙の時に企業や団体から支援をもらう、それも何一つ違法ではないんです。ただこのようにお金をもらった人たちのために政治を行う、こういう政治は変えていかなければ、いつまでたっても私たちの生活良くなっていかないんです。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大から1年以上が経過をいたしました。昨年の GoTo トラベル、これはですね、やはり企業団体献金から生まれた賜物だと思っています。1兆7000億円、私たちの税金1万4000円が使われましたが、私たちの生活は何一つ良くなっていかないんです。私たち日本維新の会、国政レベルではこの消費税の減税の法案、国会に提出をさせていただきました。なぜ消費税の減税の法案、国会に提出をしたか。ご通行中の皆様、こんにちは。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております日本維新の会の松田隆介です。次の4月に行われます東京都議会議員選挙、このお宅より再度挑戦をさせていただきます日本維新の会の松田隆介です。今回のコロナウイルス、コロナに感染をされる方は100人1人だと言われています。
ただコロナによって経済的な負担が増えた、家計が苦しくなった、このような方は数多くいらっしゃいます。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選予定しております、日本維新の会の松田隆介です。コロナによって生活が苦しくなった、経済的な負担が増えた、そっちの方の方が感染をされた方で多いんです。しっかりとですね、この感染拡大防止策、もちろん必要ですが、経済対策、家計を支援していく、そして負担が増えた方をサポートしていく、そのような経済対策を今、この東京都も、そしてこの日本もやっていかなければいけません。ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております、日本維新の会の松田隆介と申します。本日は午後1時よりこの場所、蒲田駅菊池広場を借りをいたしまして、お伝えをさせていただきました。日本維新の会の松田隆介と申します。この東京都もコロナ対策、実施要請、緊急要請でなく、実効性のある対策を行っていかなければいけません。緊急事態宣言を発令されれば、人の移動は抑制し、感染者の数、一時的に減るかもしれません。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております、日本維新の会の松田隆介と申します。この東京都のコロナ対策もパフォーマンスありきではなく、実効性のある対策に変えていかなければいけません。医療体制の拡充、なぜこの1年間進んでこなかったのか、ワクチンの問題もそうです。本来であれば国が一括したシステムを作ってこればよかった。ただ最終的には各市町村に丸投げを強える、これは今回のコロナ対策、日本が遅れてしまった大きな原因なんです。それだけではありません。保障の問題についても進んでいきませんでした。次の7月に行われます東京都議会議員選挙を挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。この東京都のコロナ対策、なぜこの1年間保障の問題解決をしてこなかったのか、飲食店では事業規模に見合わない保障をもらっても賃料も払えない、こういう企業が数多くあります。しっかりとですね、この保障の問題も売上補填をしていく、このような考え方に切り替えなければ、この緊急事態宣言が長引けば長引くほど、飲食店を中心とした民間企業の負担は増えていくんです。実施要請、休業要請と皆さんに負担を願いをするのであれば、しっかりと売上補填を行っていく、これが今東京都に必要な役割だと思っています。次の7月の東京都議会議員選挙に挑戦を予定しています。蒲田駅西口広場ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しております。
本維新の会の松田隆介と申します。こんにちは。コロナウイルスの感染拡大が広がり、早い1年以上が経過いたしました。今大きなご負担皆様にお願いをしておりますが、早くこの感染拡大を抑えるためにもご協力のほどよろしくお願いいたします。そして今東京都は皆さんに負担をお願いする実施要請、休業要請、ステイホーム、不要不急の外出を控えてくれ、皆さんに負担をお願いをする前に東京都の役割をしっかりと果たしていかなければいけません。なぜワクチンの接種がこれだけ大幅に遅れてしまったのか、そして医療体制の拡充の問題もそうです。なぜ民間企業にこれだけ負担をお願いをしておきながら補償については全く事業規模に見合っていない、スズメの涙ほどの補償しか行っていないのか、しっかりとですね、今補償の問題、そして緊急事態宣言のあり方、基準、期間についても見直していかなければいけません。次の4月に行われまして東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の町田隆介と申します。この補償の問題、民間企業当事者に立てばそれだけですね、長時間にわたり実施要請、休業要請、時間短縮要請等をお願いしていれば負担が増えるのは間違いないんです。ただ負担に、その負担に応えようとしていない、それが今の東京都の実態なんです。そしてやはり今一律飲食店には休業要請、時間短縮要請をお願いをしていますが、果たしてですね、感染防止を行っているこういう民間企業、こういう飲食店と感染対策を行っていない、こういう飲食店を一律に扱っていいものなのか、しっかりとですね、このあたりについても議論をしていかなければいけません。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に当選を予定しています。日本維新の会、松田隆介と申します。お酒の提供をしていなくても夜の8時までで時間短縮要請に従っていても感染者が増える、感染対策を行っていなければ飲食店での感染が増えます。夜8時以降でもお酒を飲んでいても飛沫対策を行っているこういう飲食店では感染は増えません。だからこそその時間短縮要請、そしてお酒の提供の自粛もそうです。それはほとんど意味をなしていません。しっかりとですね、感染拡大防止策、飛沫対策を行っているこういう事業者に対しては、こういう飲食店に対しては時間短縮要請の緩和、行動制限の緩和、自粛要請の緩和を行っていかなければいけません。それとは逆に感染対策を全く行っていないこういうですね、飲食店については時間短縮要請を行っていても夜8時までにも感染を行うんです。しっかりとですね、このメリハリをつけた対策をこの東京都行っていかなければいけません。次の7月に予定をされております東京都議会議員選挙に当選を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。昨年の7月の東京都議会議員の補欠選挙でも、その私をお住まいの多くの皆様にご期待をいただきまして、改めて感謝申し上げます。日本維新の会の松田隆介と申します。もちろん今のコロナ対策、何が正しくて、何が間違っているか、なかなか難しい、せっかくに部分、こういう部分もあります。ただそれでも1年間私たちはこのコロナ禍で生活をしてきました。
浜田駅21キロ間ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦されております日本維新の会の松田龍介と申します。昨年の7月にもこのお宅から都議会議員補欠選挙に挑戦をさせていただき、79,049名の多くの皆様からご支援いただきまして、改めて感謝を申し上げます。コロナウイルスの感染拡大から早い1年以上が進行いたしました。この東京都内も緊急事態宣言、当初5月の11日までの予定でしたが、5月の末まで延長されました。引き続き多くの皆様にはご負担をお願いしておりますが、感染拡大防止、ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして今政治は皆さんに自粛要請、休業要請等をお願いをするだけでなく、実効性のある対策を行っていかなければいけません。日本維新の会の松田龍介と申します。今実効性、休業要請等人の移動の規制をしていれば、感染者の数は少しずつ減っていくかもしれません。浜田駅21キロ間ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦をしております、日本維新の会の松田龍介と申します。コロナウイルスの感染拡大から早い1年以上が経過をいたしました。このお宅もようやくワクチンの接種、7月の19日から高齢者施設でスタートをしております。そして5月の20日をめどにワクチンの接種券、65歳以上の方、17万人の方対象者ですが、ワクチンの接種券送付予定となっております。5月の21日朝の8時半から電話、そしてインターネットでワクチンの接種予約がスタートいたします。この私内では全10カ所集団接種の会場となっておりますので、ぜひご確認の上予約の方を進めていただければと思います。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております、日本維新の会の松田龍介と申します。なぜこのコロナ対策、この日本は世界から大きく取り残されてしまったのか。ワクチンの接種の問題もそうです。ワクチンの接種率です。今世界では先進国の中では最低レベル、これが今の日本の実態なんです。イスラエルやイギリスでは約 70% 近くの国民の皆さんがワクチンの接種を進んでいます。ただこの日本では残念ながら 2%、3%、 それが今の日本の実態なんです。本来であればワクチンの接種についても国が統一のシステムを作り、マイナンバーがあります。マイナンバーを活用し、いつ誰やどこでワクチンの接種をしたか、こういうですね、管理システムを作るべきだったんです。ただ最終的に国はこの1年間時間があったにもかかわらず、ワクチンの接種については市区町村に丸投げ、市町村に任せている。これではやはりワクチンの接種進んでいきません。このお宅でも集団接種、全10カ所の会場準備をされておりますが、海外の事例を見てみますと、各電車の駅でワクチンの接種をしていたり、ボランティアの方からワクチンの接種をしていたり、様々な工夫をして、
国民の皆さんに1回ずつワクチンの接種を行っていけ、こういうですね、工夫がなされていない。残念ながらこれが今の日本の政治の実態なんです。このコロナ対策、コロナ対策一つとってみても大きく取り残されてしまった。それが今の日本の実態なんです。しっかりと今の時代に、今の時代に合わせた政治を行っていかなければ、いつまでたっても私たちはこのコロナから乗り越えることができません。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の町田隆介と申します。感染拡大から早1年以上が経過をいたしました。現時今実施要請、通常要請と皆さんに大きな川大臣、西口広場ご成功中の皆様、こんばんは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大から早1年以上が経過をいたしました。引き続き多くの皆様にはご負担をお願いをしていますが、感染拡大防止、ご協力のほどよろしくお願いいたします。日本維新の会の松田隆介と申します。この東京都のコロナ対策、浜大臣、西口広場ご通行中の皆様、こんにちは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大が広がり早1年以上が経過をいたしました。多くの皆様にチラシも受け取っていただきましてありがとうございます。次の7月の東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大から早1年以上が経過をいたしました。引き続き多くの皆様にはこの中緊急事態宣言下もそうです、ご負担を見合いをしている、こういう状況かと思います。東京都もまだまだやるべきことがあるんです。医療体制の拡充の問題、なぜこの1年間進んでこなかったのか、しっかりとですね、民間の病院が負担なく経済的な負担なく、このコロナウイルスの患者を受け入れる体制作り、本来であればこの1年間進めてこなければいけませんでした。水際対策の問題もそうです。東京都だけでは解決ができません。東京都と国、連携をしてこの水際対策の強化を行っていかなければ、私たちはどれだけ実施要請に従っていても感染拡大を抑えることはできません。今インドでは1日に90万人単位で、浜田駅西口広場ご通行中の皆様、こんばんは。次の7月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しております。日本維新の会の松田隆介と申します。感染拡大が広がり早1年以上が経過をいたしました。先ほどもお話しさせていただきました水際対策の問題、今9月には9月の1ヶ月間で約2000名の方がインドからこの日本に入国をしてきています。そしてですね、もちろんこの感染期間というのはありますが、浜田駅ご利用の皆様、こんばんは。次の7月に予定をされております東京都議会議員選挙にこのお宅より再挑戦をさせていただきます。日本維新の会の松田隆介と申します。こんばんは、日本維新の会松田隆介です。
昨年の4月の東京都議会議員の補欠選挙もこの私より挑戦をさせていただきました。7万9049票という大きなご期待いただきまして改めて感謝申し上げます。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定させていただいております。日本維新の会の松田祐介と申します。この1年間の東京都のコロナ対策をしっかりと検証していかなければいけません。やはりパフォーマンスではこのコロナウイルスに打ち勝つことはできない。しっかりとですね、実効性のある対策に切り替えていかなければいけません。やはりですね、この医療体制の拡充の問題もそうです。コロナに感染をしても安心をして医療を受けれる、こういう体制作りが必要不可欠だと思っています。もちろん今は東京都の自粛要請、休業要請と時間短縮要請もそうです。人の移動を抑えるような対策を行っていれば感染者の数、いつかは減るかもしれません。ただこれだけ大規模に緊急事態宣言、自粛要請内容もそうです。皆さんに人のお願いをする、それは長期間できることではありません。今やはり自粛疲れ、こういう言葉もあります。緊急事態宣言も3度目となりました。今しっかりとですね、この自粛内容、休業要請等内容については見直していかなければいけません。日本維新の会の松田隆介と申します。そして今飲食店には一日夜8時までの時間短縮要請に加え、お酒の提供の自粛要請も出されています。ただお酒を飲まなくても夜の8時より前でも飛沫が飛んでいれば感染はしてしまうんです。しっかりとですね、飲食店にもこのような時間短縮要請だけでなく、その飛沫対策を行っていく、そして飛沫対策を行っている、こういう飲食店に対してはこの時間短縮要請緩和をしていく、そして対策が行われていないこのようなお店については時間短縮要請でも感染は広がってしまうんです。しっかりとですね、この感染対策を行っているか行っていないのか、しっかりとこのあたりメリハリをつけた対策を行っていかなければ、いつまでたっても一日皆さんに負担をお願いをする、このような対策では私たちの生活もそうです。そして民間企業の経営も日に日に立ち行かなくなってくるんです。しっかりとですね、このような感染対策を飛沫対策に切り替えていく、この東京都も行っていかなければいけません。次の4月に行われます東京都議会議員選挙に挑戦を予定しています。日本維新の会の松田隆介と申します。本日はこの蒲田駅西口広場は1時間渡りましてお伝えをさせていただいておりました日本維新の会の松田隆介です。4月の4日投開票、東京都議会議員選挙がこのお宅予定をされています。もともとこのお宅、東京都議会議席は8名でしたが、議席が1人減り、そして本当にですね、今大接戦となる、こういう予想がされています。今東京都議会にはやはり小池都知事に忖度をせず、いいものにはいい、悪いものに悪い、しっかりと白黒をつけれる、こういう政治家が今東京都議会には必要なんです。それだけ今私たちが自粛要請、休業要請と行動制限で苦しい中、議会が開催をされていない、こういう東京都議会ではなく東京都のために働く、都民のために働く、こういう東京都議会が今大田区から必要だと思っています。私、日本維新の会松田隆介、東京都議会議員選挙まで残り約1回スタートとなりましたが、しっかりとですね、この大田区から東京を良くし、そして東京から日本を良くしていく、そのために頑張ってまいりますので、皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。本日はこの西口広場長期間にあたりましてお借りをしお伝えをさせていただきました。近隣店舗の皆様、そして周辺ご通行中の皆様、大きなマイクで大変失礼をいたしました。ご清聴いただきましてありがとうございました。